マークフルの DIY。 皆さんこんにちは、マークフルです。今日は簡単可愛くすぐできる目玉焼きとギャラクシー柄のしおりを作りたいと思います。すごく簡単にできるのですごくおすすめです。では作っていきましょう。みんなで作ってみて、できたの脳みそシワシワを味わおう。準備するものはこちら。まず水性の絵の具です。これはダイソーで買いました。あとははがき、白いものがいいです。それと筆と水を用意します。では目玉焼きから描いていきたいと思います。真ん中の方に丸を描いて水を含ませたら黄色をこのように描いていきます。続いてオレンジだったりちょっと濃いめの茶色とか焦げ茶とかをどんどん塗っていくのですが、全体に塗るとのっぺりしちゃうので、ちょっと端の方だけ水にこういう感じですね、トントントンという感じで置いていきます。オレンジの方は真ん中の方にこういう風にトントンと書いて置いていきます。目玉焼きを描くのはこれが2回目ですが、割とこういう風に描くと立体感が出ていい感じになります。続いて周りのこの白身のところを塗っていくのですが、これは一旦水をこうやってビャーっとかぶせてから黄色を薄く周りに塗ります。でこれも同じようにちょっと焦げの部分を出したいので、黄土色とかを一箇所ヘリの方だけですね、ヘリの方だけこうやって塗っていきます。はい、もうこれで完成です。乾かします。目玉焼きを乾かしているうちに、今度はギャラクシー柄を塗っていきたいと思います。ギャラクシーは宇宙の柄なので、青とか紫、濃い青、黒とかそういう色合いを使っていきます。これ反ってきてしまうので、端をマスキングテープで固定した方が描きやすいです。ちなみにこのマスキングテープはダイソーのものです。はい、では塗っていきます。青が塗れたら今度紫を塗っていきます。全体的にこうなじませるような感じで塗っていきます。徐々にピンクとか明るい色も入れていきました。ここはお好みですが、私はもうちょっと強い色の方が良かったので、ちょっと濃いめの色を足しました。乾くと全体的に色が濃くなるので、できるだけ想像よりもちょっと薄めにしておくのがポイントだと思います。あと最後に黒を少し足して乾かしました。はい、乾くとこのようになります。マスキングテープを外すと、こんな仕上がりになりました。初めてやったにしては割とよくできたかなと思います。そして気になる卵の方も乾きました。こっちも割と立体感のあるものができました。ちなみに鳥年だから目玉焼きです。ではこれに穴を開けてしおりにしていきます。ちょうど黄色いリボンがあったので、これを使いたいと思います。半分に折って、半分に折ったところを穴の中に入れます。で穴のところの輪っかに残りのこの紐を通すと、こんな風に簡単にしおりができました。これで目玉焼きのしおりの完成です。ギャラクシーの方はちょっと細長いしおりにしようと思ったので、こう縦に、あ、飛んだ、縦に、3分割しました。本当はカッターとか使って綺麗にやった方がいいんですが、ちょっとめんどくさかったので手切りにしたのがこれです。このように穴開けパンチで穴を開けたら、さっきと同じようにリボンを通したいと思います。リボン以外にも紐とか麻紐とかそういうものを入れても可愛いと思います。今回はリボンにしました。半分に折ったのを穴のところに入れて、できた輪っかに残りの紐を通します。油断すると力を入れすぎて、はい、こうなりますので注意してください。今のやつを直して、他の2つもリボンをつけたら、ギャラクシー柄のしおりの完成です。
簡単可愛くすぐできる目玉焼き柄とギャラクシー柄のしおりいかがだったでしょうか。メッセージカードなどにしても可愛いと思います。他にもいろんな柄挑戦していきますので、ぜひご覧ください。この動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、高評価、コメント、リクエスト、お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。ライクフルでした。バイバーイ。